萩川ダムからの市街の長望へな市街。中央の山は御岳山である。江那市は岐阜県南東部の市である。景勝地として有名な江那峡がある。気候は夏は比較的冷涼であり、冬の寒さが厳しい。山間地に入れば入るほどその傾向は大きくなる。冬の降水量は少なく、すなわち降雪の少ない乾燥した気候となる。 山岡町ではその気候を生かし、最寒天の生産量が日本一である。現在の江那市は、旧江那市と旧江那郡南部が合併した姿であり、市街地はそれぞれの旧市町村中心地に分散しているが、事実上の市の中心部は、旧江那市の市街地である、大井町及び長島町であると言える。市役所をはじめ市の行政機関や、市の代表駅であり、乗降客が、 最も多い JR 東海へな駅、大型ショッピングセンターや、金融機関、中央自動車道へなインターチェンジも多い町、長島町に位置している。えな市中心部周辺の空中写真。1976年撮影の2枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。えな市地域図。えな市の地名も、 三章九江那郡岩村町、山岡町、明智町、串原村、上谷萩町の四町一村を、めぐみ南という。江那市は、東海東山方言の中のみの弁に属するが、農美平野で話されているような連母院の融合はない。愛知県に接している矢萩川水系の河川の流域である旧明智町と、旧串原村と、旧上谷萩町と三河付近の地域は、 三河部園の影響が見られる。江奈駅市の中心となる駅、江奈駅なお、1906年から1935年には、岩村電気軌道という路面電車も存在した。高速道路一般国道都道府県道主要、地方道一般県道その大え橋日本、大正村日本三大山城である、岩村城合併で地域が広範囲に及ぶようになった。 ことで地域の意識は一つになるのだろうかと感じた市民グループにより人々の融和を目指した映画ふるさとが襟の制作が行われた。ありがとうございます。